皆さんこんにちは、こんばんは。ウパハナの飼い主のハマです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はちょっと季節外れになっちゃったんですが、夏のアイテムと今まで爆買いしてきたいろいろを皆さんと共有していきたいと思います。そしてね、まだ未開封のものもありますので開封していきたいと思います。まずはこちら、じゃじゃーん、ウーパールーパーのガチャガチャ風消しゴムです。可愛くないですか？ほら見て見て、ゲーセンで撮ったんですけど全種類ゲットしました。ピンク、紫、黄色、青、緑、青と近いけど緑です。開けるとこんな感じです。で、これ後ろにレバーと穴が開いてるので出てきました。じゃじゃーん、あ、2個も出てきた。可愛いですね。この子たちを紙に押し付けて文字を消すなんてできないです、私には。シールでーす。めちゃくちゃ可愛いですよ、これ。ここにいます。こういうのね、ウーパールーパー一部にしかいないって分かってるんですけどね、可愛くて買っちゃいますね。これはなんとここに大きくいるんですよ。しかも水が入ってる。シャカシャカするとキラキラが動いて可愛いですね。ここの後ろにもひょっこりいますね。で、これずっと探してたんですけど全然見つからなくて、ようやっと最後の1個って感じで見つけました。ここにいるんですよ。ここにもいます。ここにもいますよ。チュルンと感がすんごい可愛いです。で、これはつぶらな瞳シリーズのフレークシールですね。メイド姿のおばちゃんがいます。最高、可愛い。こちらもつぶらな瞳シリーズです。ここにおばちゃんがいます。ここにもいます。可愛い。あ、カメもいる。可愛い。レトロクリームソーダのシリーズで、ゲーセンでこれも撮りました。中にね、ナタデココみたいのがね入っててね、これ動くんですね。いいですね、工夫がされてて可愛い。トランプです。トランプ、いた、いた、ここにいるんですよ。今日のラッキーアイテムはって、占い好きですぐ信じちゃうらしいです。可愛い。何持ってんだろう。飴みたい、あ、ビー玉かな。なんか飴みたいな、ビー玉みたいなものを持ってますね。つぶらな瞳シリーズはこれで最後になるかな。これは瞬間冷却パックって言って、バーンって叩いたら衝撃で冷たくなるってやつです。多分やりません、もったいないので。ここにね、ウパちゃんがいます。かわいい。やっぱひんやり系といえばね、ウーパールーパーですのでね。プロの人にまだありました。これです。シャカシャカキーホルダーです。かわいい。なんかこうお菓子風になってますね。中にね、すごいね、パールのねビーズとか、なんか貝殻の形のビーズとか入ってて、めっちゃかわいいね。後ろにもね、ウパちゃんがいてね。次はこちら、じゃじゃーん、靴下です。これはキャンドゥで手に入れました。何種類か色あったと思うんですけど、私はこれしか見つけられませんでした。このキャンドゥのさ、ウパちゃんのこの絵かわいいよね。浮遊感があって、これはちょっと値段がつり替えちゃってるんですけど、島村で手に入れました。最後の1個でした。ウーパールーパーって文字が降ってますね。ちゃんと尻尾もふっくらしてて可愛いですね。この子はちょっと寝てるエラの子なんですね。エラ2つしかなくない？あはは、横からひょっこりしてる。2つしかないエラが。次はこちら、じゃじゃーん、こちらは B サイドレーベルさんで購入しました。なんかイベントみたいのをやってて、それでなんかイベント限定みたいのがあって、もう持ってないものを全部買いました。まったりしてます。バイオリのウパ、バイオリのウパのオレンジバージョン、会場限定のムキムキのウーパールーパーシリーズの北海道リビレットっていうやつですね。全国のバージョンあんのかな、欲しいんだけど。鮭を担いでますね。これは持ってなかったので追加で買いました。なんかこれの別のやつは持ってました。別ポーズのやつ。これはなんか夏のお祭りシリーズみたいな感じで限定で売ってあったので、これも購入しました。ウーパーイーツの子ですね。かわいい。花火を打ち上げるムキムキのウーパールーパーさんですね。これは缶バッジですね。ウパっていう缶バッジ、かわいい。これのステッカー持ってるんですけど、ちょっとこれかわいすぎて缶バッジも買っちゃいました。靴下もう一個ありました。ウィゴーで買いました。ちょっと眉毛ついてるね。ここに刺繍がさついてんのさ、ちょっとかわいいよね。ワンポイントでめっちゃ好きです。
ファイルです。かわいいよね。このウパちゃんはさ、前にもさ紹介したと思うんですけど、この双子のウパちゃんかわいい。裏はカワウソちゃんになっています。これのすごいところがね、結構ね何枚でも入るようになってます。いっぱい書類が入るようになってるのはありがたいですね。お化け犬の下敷きです。かわいい。ここにウーパーヌいます。これクリア素材で、ここグラデーションかかってて綺麗でいいですね。あ、ここにチンアナゴさんもいますね。ペンケースです。ウーパーヌがいますね。こんな感じでいっぱい収納できるみたいです。懐かしいな。私が小学生の時もこんな感じの使ってた記憶があります。メモ帳です。分けっこメモ、ここにウーパーヌさんがいますね。点線がついてて分けれるようになっているんですね。いいですね、こういうの。こっちにもいますね。噛まれてる。でここにもいます。ウーパーヌさん大活躍でございます。めっちゃ可愛い。またまたメモです。水溶けメモ、水に溶けるメモですね。全部が溶けるわけじゃなくて、このデザイン目が溶けるみたいで、なんかちょっと材質が他のやつとは違います。水に溶けそうなザラザラした材質になっています。かわいい。封筒になるみたいですね。目もまだありました。かわいい。この寝てるのかわいいですね。このほっぺももちっとしてる感じいいですね。こういうなんか形が普通のメモとはちょっと違う感じなの、ワクワクしますね。お化け犬の鉛筆削りです。ここにね、鉛筆を入れてゴリゴリできますね。いますね。じゃーん、お化け犬の消しゴムです。めっちゃ消しやすそうだねこれね、角っこが多くて。ここにいますよ。シャーペンです。ここにいますよ。かわいい。お手手かわいい。で、鉛筆です。これもしかしたらね、前に紹介したかもしれないですけど、もう一回ちょっと紹介します。白いウーパールパウパマルさんみたいな顔してる子、これが、あ、寝てる、寝てる子ですね。かわいい。これがお化け犬の、ここにウーパーヌがいますね。サメに食べられてるやつですね。で、これはチャームが、なんかペンコーヌだっけ、なんかペンギンの子がついてます。じゃじゃーん、夏のアイテムです。繰り返し使える UV クールタオルということでね、水に浸してひんやりみたいなタオルですね。あと UV って言ってるので、あ、UV もカットしてくれるらしいですね、夏に使いたかった。ここにいます、ウパちゃんが。この桜物モチーフ結構好きなので、ウパちゃんとの組み合わせ最高ですね。かわいい。次はこちら、じゃじゃーん、噴水マットです。ここにウパちゃんがいます。かわいい。こんなに大きくプリントされてる。こんな感じになるみたいですね。ホースをくっつけたら水がピューっと出てくるやつですね。550円でこれが買えちゃうんだったら安いですよね。ガラス工芸のお店で買いました。めちゃくちゃ可愛くないですか。ちっちゃい、私の親指サイズぐらいですね。かわいい。ちゃんと尻尾もありますよ。ちゃんと尻尾もあります。ガラスなのでね、扱いに注意しないと。次はこちらのレトロシリーズですね。ロフトに売ってるというのを知って、もうすぐゲットしに行きました。巾着ですね。めっちゃ可愛いんですよこれ。何が可愛いって、あのこの刺繍のこの二重顎の感じ、鼻の穴と二重顎の感じ、もっちりしててかわいい。この横から見た感じのもかわいいですね。お花との組み合わせがすごい私の好みにベストヒットしていていいですね。ウーパールーパーって文字もなんかすごいレトロで最高です。ファイルです。ファイルのこれもかわいい。シルエットもかわいいですね。で、こちらはフレークシールです。こんな感じの柄が入っております。あ、このネームのやつとかかわいいですね。メモ帳です。こんな感じの柄になっています。これ最高ですね、この顔のやつめっちゃかわいい。レターセットです。このさ、レターセットのさ、封筒のこの透けてる感じめっちゃおしゃれだね。ちゃんと宛名のシールもついてます。ロールスタンプです。ロールスタンプがウーパールーパーあるのって珍しいよね。コロコロコロってするとこんな感じの柄になるみたいです。マスキングテープです。こんな感じの柄がついてます。ちょっとわかりにくいけども、
多分この辺の柄がこっちにも反映されてるって感じだと思います。で最後はポーチです。このポーチもねレザー感あって高級感あっていいですね。ここがね緑っていうねあの細かいこだわり、もうとことん緑とピンクで構成されてるの超かわいい。あ、見て中にもね、中にも柄ついてる、かわいい。こだわりすご、え、最高。うわー、なかなかないですよねこの中までウーパールーパーの柄ついてるって。ラッシュです。これ結構したんで迷ったんですけど買っちゃいました。じゃーん、バスボムです。ウーパールーパーの卵ですねこれ。きっとマイクラとラッシュがコラボしてて、それでこの中にウーパールーパーの石鹸か何かが入ってるらしいので、ちょっとね別の動画で溶かしてみようかなと思います。購入した時にこれもついてきました。ステッカーです。一枚一枚シールになっています。かわいい、ウーパールーパーいっぱいいる、最高。ここからはいろいろと開封していきたいと思います。パクッとウーパールーパーです。これは前回か前々回の時にもう全種類もう一気に購入してるんですけど、その時はこの箱じゃなくてガチャガチャのケースで来てたので、この箱がちょっと可愛すぎて買い直しました。まあ何色着てもねもう持ってるんでねいいんですけど。では行きます。デリ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 、じゃーん、あ、黒だ。花丸さんみたいなブラックが来ました。手塗りフレンズです。手塗りフレンズのね最初にウパが出てきた時はねこの子の色だけでした。それの色違いが出たいということでね早速手に入れましたよ。もうね色は分かってるのでブラックの子が出てきます。開けました。かわいい、鼻の穴がくっきり見えますね。この色の色が鮮やかで綺麗ですね。ちょっとだけこの上と下で色違うのかな、これ多分色ちょっとお腹の部分薄いですね、わかりにくいと思うんですけど、これが前回のやつですね。前回の形はそのまま色が変わったという感じですね。はい、ゴールデンです。ゴールデンの黄色の具合めちゃくちゃ発色良くないですか。かわいい、目の色が茶色っぽいで、口の色もちょっと違いますよね。あ、ちょっと違う。お、すごい、こだわり抜かれている配色。この並んだ感じ超可愛いですね。あとはアルビノとマーブルが出てくれたら揃うんだけどな、だいたい。次はこちら、これ何買ったか忘れちゃったんだよな、何だったかな。じゃじゃーん、あ、靴下だ、靴下です、靴下、そうだそうだ、靴下を買ったんだった。めちゃくちゃ可愛くないですかこれ。めっちゃ可愛い。このちょっとこのポーズ何、内股っぽいけどちょっと腕に力入れてる感じのポーズ何。次はこちらを開けていきます。なんかちょっと箱が大きいですね。じゃーん、お、プチプチに包まれている、これは何か覚えてますよ。じゃじゃーん、チャームです。かわいい、つぶらな瞳シリーズのウパチャームです。これは島村のオンラインで買いました。お店行ったんだけどねもうすでになくてね、結構ね重さがあっていいですね、高級感もあります、かわいい。一緒におしゃぶりついてる、赤ちゃんのウーパールーパーってこと、めっちゃかわいいじゃん。次はこちらです。こちらは覚えてますよ、オーダーさせていただいたものです。じゃじゃーん、パッ、え、なになに、なんかおまけ、おまけがついてるの。ではまずはこちらから、じゃじゃーん、かわいい。おまけの方でした、ピンクの子、かわいい。前回か前々回の方でこちらの編みぐるみのうばまるさんを平田ケイリンギさんにオーダーさせていただき、今回はこれの花丸さんバージョンを作っていただきました。これはおまけだそうです。めっちゃかわいい、じゃーん。かわいい、かわいい、ちゃんとお腹も白で作ってもらいました。かわいい、ちピンクですね。並べてみるとこんな感じです。かわいい。
このちっちゃいサイズ感が可愛いですね。大事にします。ありがとうございます。じゃじゃーん、ちょっと入りきらない、画面に入りきらないんですけど、ちょっと開けていきますね。こちらを購入しました。じゃじゃーん、ウーパールーパーの浮き輪です。フロートってやつですね。かわいい。このこういう感じになります。かわいい。いや、これずっと欲しかったんですよ。ね、本当はね、これね、膨らませて部屋に飾りたいですね。はい、というわけで、いかがだったでしょうか。いやー、もう今回もね、画面に入りきらないぐらいたくさん購入してしまったのですが、もう悔いはありません。いつも悔いはありません。またこれでコレクションが増えました。皆さんは気になるものありましたか？ぜひコメントで教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。